まあ、難しいところですね。さあ、ミドルです。ドドン来ました。コンマ3に。対するは伊能選手。ドン来ました。1.47 センチ。キム選手が先行取りました。キム選手もね、こう頑張ってますよね、日本でね。頑張ってほしいですよね。キム選手も、なんかね、前ね、対戦した時はなんかずっとゆっくり投げてた感じがありますけど、今となってはこう、なんだろう、フォロースルーのところに程よいこう力がすピュッと伝えてるんですね。やっぱ技術力が上がってるんでしょうね。動かないですね。うまいですね。さあ、対する伊能選手。TV の今回の注目選手、みんなうまいですよね。本当注目選手っていうか、もう本当皆さんうまくなってるし、レベルアップしてるので、まあ強いて言うなら、ね、その松本めぐみ選手がどんなダーツするのかっていうのはめちゃくちゃ興味ありますね。関心あります。はい。まあ、彼女もね、主婦もしてるのでね、こういうなかなかこう旅かけてサーキットに出るっていうのは難しいんでしょうけど、まあ家の近くに店があるこうオンライントーナメントだったらね、出れるっていうのはね、あるんでしょうから、まあ今回そういう機会に恵まれたのもあったと思うんですけどね。まあ、伊能選手もこうフォームのバランスはいいですよね。合ってきたらバンバン入ってくると思いますけど、キム・ヒョジュン選手は本当になんかいい感じで投げてますよね。これ19からブルって感じだったんですよね。19打って、まあ、トリプル絡めばダブルは出る、上がり目出せるんですけど、トリプル出なかった場合のことを考えれば、19打ってのブルで、92からのブルで167みたいなアレンジだったんですけどね。いや、トリプル絡めてきますね。こう伊能選手もこうフォーム自体のバランスがいいので合ってくれば60絡んでですね。さあ60絡んでもう1本202残り。
いや、いいキープですね。こういうキープができればワンチャンス回ってくれば決めてきそうですね。18トリプル142残り、どういくんでしょうかね。20、18ということですか。83残り、まあブルーとか17とかいうねラインなんでしょうが、17からそして16ダブル、120残り、20ライン、ここは横にずらしたくない局面ですね。これで19に行かないといけなくなるですよね。さあキム選手16ダブル、さあ92残り、20とかブルとかそういうとこですけど、20か12、16とかね、あと20打つ人もいますよね、こう狙った流れでアレンジがしっかり決めたい。さあもう一回92、今度はしっかり決めたいですね。20ブル20からですね。12、16、これで10どうなる、13、このアレンジのところになってね、本当に枠に入らなくなるっていうのはね、少しまあ慣れが必要ですよね。2投目32ダーツ、2投目でまずはキム選手がキープ、そして井上選手先行のダーツとなります。
こういうとこ。さあ、ナイスキープ。ああ、ナイスキープで、キム選手325残り。ここにつけると、横ずれがちょっと多くなってきますよね。あ、しっかり決めてきましたね。293残り。これいいところにつけましたよね。あ、惜しいな。ナイススタッキングだよね。グルーピングしっかりしてますけど。さあ240残り。20ラインですね。しっかり20ラインこれキープしたい数字ですね。233、ここも上がり目出したい。先に出して落ち着きたいですね。いい、ここに決めるとね。でも2投目そうですね、横ずれ199残り。トリプル捉えて、これもう一本。ナイスキープ。ダーツポジションですね。1投目上、いい角度でね、刺さりますんで、上につければ。あ、綺麗に60揃えてきますよね、伊能選手は。さあ、キム選手19からいきたいですね。さあ、ドンとブル決めてきました。地中残り、132残り。ブルから。
20ラインですね。アレンジからの20ダブル。いやー、ナイストライ。いいとこつけてましたけど。下。ブルから。そして19トリプル。そしてインナートライ。いやー、ナイストライです。ナイストライです。決まらずでしたが狙えてましたね。さあ10ダブル、1アレンジからの2ダブル。さあ井上選手、まあ17チョイスっていうのはあるんですけどね、5アレンジですか、ですよね。こうならないようにまあ17でまあ20とかですね、3にずれてもっていうねアレンジですけど、8ダブル打ち。さあキム選手2ダブル決めたい。ここは打ち。そしてあ、8ダブル、ああ4ダブル。2ダブル。さあ伊能選手、ああキム選手2ダブル。2ダブル集中してます。おー決まった2投目。なんか今決まりそうな感じしましたね。集中した感じの目がすごいいい感じで決めてきました伊能選手。これで 1-1 でキム選手先行のサードレッグ。140揃えてきました。いいキープですね。140からのキープ。そして、ガチャコさんガチャコさん、どっからガチャコさんで来てるか分かりませんが、
やっぱ上ですね。井上選手、上につけるとこうまとまってくるんですけど、下につけちゃうと、これ19にね、いくっていう感じもありますけど、自分のね、やっぱ投げ慣れてないから、狙い方がちょっとまだ分かってない、自分の矢の刺さる感じがですね。本当こう井上選手こう上についた時は本当にいい感じでね、だとまとまるんですけど、さあ95取ってきました。さあ140スタートからこう上がり目のところでね、少し削りが弱くなってきてますが、60から、そして140取ってきました。231残り、キム選手トリプル捉えます。いい角度。ここも100。さあ191残り。ここ91点、そして20残り、あ、20ダブル、40残りですね。136。いやいや強いな。しっかり決めてきます。16アレンジまで。しっかりアレンジして。さあ40残り同士。どっちが先にダブル決めるのか。20ダブル狙えてます。2投目、キム選手がこの3レッグ目、勝負の3レッグ目でしっかりとしたダーツで20ダーツで、ベスト30に進出です。